はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。いや結構時間が経ってしまったんですが、まあね、うちもいろいろテストとかいろいろあったのでちょっと遅くなってしまったんですが、なんやかんや言って、実況取れへん、暇やけど実況は取れへんっていう時もあって、お父さんが家にいたりして、実況取らずにコツコツとやって、はるかちゃんのご機嫌度がね、SS2 までなりました。はい。で、実況として声は入ってないんですけど、ちょっとまあダイジェストみたいな形で、いつもみたいな感じでちょっと作ってみたので、まずは、2分半ぐらいかなあるんですけど、そちらをご覧ください。Around it, could I get myself around it? Get me what I want, everything I don't got. So get me what I want, 'cause I'm a big shot. Don't wanna always have to be so nice. Don't wanna hear you say, "Well, that's just life." I'll drown it out when I open my mouth.My way around it, I always make my way around it. Give me what I want, everything I don't got. Give me what I want, 'cause I'm a big shot. So give me what I want, I always get what I want. You don't want to see me when I don't get what I want. It's not what you want.No for an answer, no. If I tell you I can't, I'm still gonna go. I did it all by myself and I found my way around it. Give me what I want, everything I don't got. Give me what I want, 'cause I'm a big shot. So give me what I want, I always get what I want. You don't want to see me when I don't get what I want. It's not what you want.Not too lovely, it can start to get ugly. It really bugs me if I don't get my way. Give me what I want, everything I don't got. So give me what I want, 'cause I'm a big shot. So give me what I want, I always get what I want. You don't want to see me when I don't get what I want. It's not what you want.まああんな感じで、いやどうしてもね、まあカジキはそんなにまだ、ね、粘ってないんですけど、ボクセヒオス2のレベル50クリアがすっごい難しくって、めっちゃ頑張ったんやけど、一番できて49で、どうしても50までいかへんねんけどまあほんで今回は谷村さんで、ちょっとこんないつものネタ装備じゃなく、ネタの格好じゃなくて、ちょっと かっこいい、まあ模服やけどさ、この格好で行きたいと思うんですが、装備しとこう。で、ちょっと今日は声のトーンが、低め、あ、これ低めというかちょっとおとなしくやってるんですが、それには訳がありまして、うちのテストは終わったけど、次はちょうど入れ替わる形で妹のテストが始まって、隣の部屋で今妹がおそらくテスト勉強をしているので、多分さっきチラッと見たら寝てたけど、本当に寝てない。なのでちょっと声をどなしくギャーギャーあんまり言わへんようにしつつ、やっていきたいと思います。まあキャバクラなんでね、アモンさんやるわけじゃないからそんなにギャーギャー言わずに済むと思うんですが、ちょっと声のトーンを抑え気味で、やっていきたいと思います。あとまあ谷村さんの、あそうや、前回の動画ではコメントでね、誰をクリアしたらいいと思うって言って、コメント
くださってありがとうございました。で結果的にあの猫耳のゆねちゃんかのコメントが一番多かったので、残りのリコちゃんとリカちゃんは、キリュウちゃんでクリアしておきました。はい、いやー同じキャバ嬢キャバクラのところの2人のねキャバ嬢と最終的にラブホガイでさよならみたいな形を取ったキリュウちゃんもなかなかの度胸なんですが、いらっしゃいますね。どうも。あ、俳優の術を外してくんの忘れた。あれ、うち取り替えたっけ。あれ取り替えてない気がする。まあ、いっか、入場する。じゃあルネちゃんで。はい、来てくれたんですね。来ましたよ。やっぱりこの声なんか癒し系や。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご指名ありがとうございます。ルネです。よろしくお願いします。よろしくな。何頼みますか。さてどうしよう。まあ別にお金はね4000万円あるんでゴールドでもいいねんけど、とりあえずはとりあえずビールじゃあかん。まあケチらんとこっか。シャンパン行く。いきなりシャンパン行っちゃう。私も。あ、よかったよかった。やっぱりゴールド頼むとハート1個分上がるな。食べ物はフルーツ盛りで。あー上がる上がる。あ1個上がるやん。よしよし。でもあれやんな、5000円分で上がるものとさ30万円で上がるハートの数が一緒っていうのもちょっと切ないもんがあるけど。それじゃあ、はい、乾杯。シャンパンやのにゆっくりしていってください。はい、あのグラスで飲まんでもいいやんってちょっと思うねんけど。はい、どうぞ。どうも。あの定番の質問だけどさ、君どうしてキャバ嬢になったんだ。この姿で定番の質問といえば、なんで猫耳つけてるのとかそっちやと思うねんけど。それはまあお金が欲しいからですね。まあそうやんな。それって借金があるからとかってわけじゃないのか。違いますね。違いますね。私貯金が趣味みたいなもんですから。へえ。なるほど。なるほど。いくらぐらい。まそれだけじゃないんですけどね。なんか含みがあるな。他に目的があるのか。なんだかわかります。キャバ嬢に憧れてたとか、いい男を探すためとか、酒が好きだからとか。キャバ嬢に憧れる。お酒好きやからとかかな。やっぱ酒好きはこういうお水系のお仕事に向いてるって言うけど、憧れてた。憧れ、いい男を探すため。まあ酒が好きだからとかでいいんちゃうかな。ねえ体育会系のあの子やってお酒好きやしとか言ってたし。そうだな。酒が好きだからとか。それもちょっとあるかも。あ、ちょっとだけか。半分しか分からんかった。外れた。正解は金持ちの男性と出会うためでした。何、玉残し狙い。なるほど。ああそっちか。なるほど。確かに君らしいね。君らしいって言ってもフリーで出会って今回初めて指名しただけの関係やのに。ただでお酒が飲めるのもすごく魅力だけど、どうせ高いお酒飲むんだったらやっぱりもっとロマンティックなお店がいいな。なるほど。それじゃあ、じゃあ後で飲みに行くか。あれ竹村さんなかなか誘うね。私は負担に誘いたかったらもっと指名してくれないとダメですよ。でもさ、龍が如くでいつもアフターに誘ってくれるのは女の子の方からやんな。そうそう。私化粧品メーカーで働いてるんです。キャバクラと掛け持ちで。へえ。昼は化粧品メーカー、夜はキャバクラ。へえ、そんなの本当にできるの。そうですね。両立させようと思ったらかなり大変ですね。会社勤めでも出世したいし、キャバクラでも指名を稼ぎたいし、何をやるにも手抜きできない性格で。へえ、完璧主義。自分で商品を立案したりして売り出したり、それなりに活躍してるんですよ。へえ。そうか。本当に俺は仕事を怠けることばかり考えてるけどな。
私そういうの許せないんです。あれ？折りが合わへんで。谷村さんもう真剣に仕事しないと負け組で終わっちゃいますよ。負け組痛いとこつくな。痛いとこつくな。君の運を分けてくれ。負け組でもいいだろ。これはなんか負け犬の遠吠えみたいやし、なんか素直に痛いとこつくなーって悲しんで見せた方がいいんかな。君の運を分けてくれ。痛いとこつくな。痛いとこつくな。どうせノンキャリな時点で負け組だよ。あ、拗ねてもうた。すみません。あ、すみません、言い過ぎました。気にするな。警察官ってのは出世のために毎日頑張ってるわけじゃない。地域の住民が安心に暮らしていければそれだけで仕事をしてる甲斐があるってもんだ。谷村さん、ほんまにそんなこと思いながらやってんの？あ、まあね、谷村さんがどんな人かっていうのはもう分かってるけどさ、いい人なんは分かってんねんけど、仕事っていうことだけで見ると結構ダラダラしてるからさ。すごいですね。あ、谷村さん偉い。そういう生き方も素敵ですね。そうだ、そうそう、世の中金だけじゃないんだよ。金だけじゃ私ね、ゆくゆくは自分の会社を起こしたいんです。これでも国立大学の経営学部出身なんですよ。へえ。経営学部を出てキャバ嬢？随分変わってるな。そう？最近は高学歴のキャバ嬢って多いんですよ。人脈も作れるし、会社を作るなら資本金も稼げるし。なるほど。それでね。それで自分の会社で成功して悠々自適な生活を送るのが夢なんですよ。あれ、金持ち捕まえて玉の輿を狙ってるんじゃなかったのか。確かに、それじゃ男性より下になっちゃうじゃないですか。私は自分もしっかり自立して旦那様と対等な関係を築けるようになりたいんです。ああ、なるほど。じゃ自分稼ぐから、自分より稼ぎの低い男の人は嫌っていう意味で金持ちを狙うんか。そこまで気合い入ってんのか。谷村さんの将来像ってどんなですか？どんなですか？馬主？馬主になることだな。公務員ならやっぱり天下りだろ。あかん、腐ってる。町のお巡りさんがいいな。その馬？ああ、でも競馬好きやもんな。でも将来像を、あれやろ、やっぱ地域住民の安全がうんぬんって言ってたから、あの言葉を信用するならこれやと思うねんけど、町のお巡りさんがいいな。そうだな、町のお巡りさんがいいな。意外と交番勤務が性に合うんだ。そうなんですか。そうなんですか。刑事の方が派手でやりがいがあるんじゃないですか。事件解決の達成感もありそうですし。いや、確かに達成感はあるけれど、のんびりとした環境にも憧れるんだよな。谷村さん、将来なんか引退したらなんかあれやな、田舎暮らししたいとは言い出しそうな。できることなら交番でのんびりしながらいつも住民たちの笑顔を見ていたい。平和が一番だよ。なんかいいこと言うな。そっか、そういうのもあるんだ。なんか相手にないものに惹かれるみたいな形で、ルネちゃんが谷村さんに惹かれていきそうな、なんかそんな感じ。私とはお仕事のタイプが違いますけど、いいと思います。ふふふふふふ。え、ちょっと待って、ここでおねだりしてくるのがシャンパンゴールドなん？さすがお金に目がない。どうしよう、さっき入れてんけど、まあ入れるか。お金いっぱいあるし、ぶっちゃけここでしか使う場面ないしな、お金。よし、入れるか。すごい、さすが谷村さん、太っ腹ですね。いやー、ハート2個ぐらい上がっていいと思うねんけど。お願いします。クソ、サラリと頼みやがって。お時間ですね。ちょっと入れたと思ったら速攻お時間。しかも1回目って大抵延長無条件でなしやから。おー、延長なしの1回指名で飲食料金60万円、計61万円。どうも。いやー、なんか散財したな。また来てくださいね。いやー、そりゃそう言いたくなるお客さんやろ。うん、それじゃあ。
終わった。やばい、ハート20個になるまでにいくら使うかな。よし、あ、メール。まさか私を指名してくれるなんてびっくり。私なんかには興味ないかなって思ってたの。だからすごく嬉しかったんですよ。時間があったらまた会いに来てね。待ち遠しいな。そりゃな、そりゃな。なんて書こうかな。君に興味が湧いたよ。金持ちじゃなくて悪かったな。いやいやいや、十分金持ちな振る舞いをしてきたと思うねんけど。近いうちにまた行くよ。君に興味が湧いたよ。よし、じゃあもう一回。あ、どうせならカリスマリングにしとこう。いやー、でも一応順調に上がってるんちゃう。なんか半分しか上がらへんかったのもあるけど、あの下がるっていうのはなかったし。じゃあゆねちゃんで。いらっしゃいませ。どうも、さっきぶり。楽しんでいてくださいね。はい。この前はメールに返事くれてどうも。私谷村さんに嫌われちゃったかなって思ってたから安心しました。まあな、シャンパンゴールド飲みたいなとか言ったら、そう嫌われるっていうか、なんてがめつい女やって思うお客さんもいるかもしれへんな。私好きかも。やっぱりカリスマ、カリスマ効果。贈り物は持ってきてない、ごめん。何頼みますか。さあどうしよう。毎回さすがにシャンパンゴールド入れるのもちょっと気が引けるんで、てかどうせおねだりしてくるから、どう、シャンパンゴールド入れへんのやったら安めにいっとこうか。ビールでもいい。どうせおねだりしてきてゴールド頼んできたら、その時は入れてあげるから。そうですか。あ、でもハートが犠牲になってしまった。あかん、あかん、あかん。せめて上がらへんでもいいから、下がらへんお酒を探さな。はいはい、よしよし。じゃあよろしく。お願いします。お願いします。それじゃあ、はい、乾杯。ゆっくりしていってください。ビールとシャンパンゴールドの飲み物の色が同じだと思う。はい、どうぞ。はい、どうも。谷村さん、また来てくれたんですね。嬉しい。まあ、君がメールでまた会いたいって言うからな。メールですか？え？あ、あのメールですね。英雄メールなんでよく覚えてませんっていう感じ。谷村さんって本当に遊び慣れてないんですね。え？何が？谷村さんだから言いますけど、あれは典型的な営業メールですよ。営業メール？はい、いつも新規で来たお客様全員に送ってるんですよ。一括送信で。一括送信なん。もしかして本気にしちゃいました？ショックだ。警察官を騙すとはなんて女だ。警察官を騙すとはなんて女だ。あ、でも怒るかな。ショックだ。え、そんなに落ち込まないでくださいよ。谷村さんの顔、私なんかすごい悪い女みたいじゃないですか。悪い。違うのか。違いますね。違うの。キャバ嬢なら誰でもやってますよ。なんでよ、赤信号をみんなで渡れば怖くないじゃないやん。それにこんなことでいちいち落ち込んでたらキャバクラ遊びなんかできませんよ。あ、ゆねちゃんにはキャバクラの遊び方を教えてもらうってことで、ちょっと谷村さんが気に入ってたから、まあまあ正しいお話なんかもしれん。なんか女の子がみんな嘘つきに思えてきた。谷村さんってワイルドに見えて少し怖そうでしたけど、意外と可愛いところもあるんですね。ちょっとびっくりしました。びっくりはこっちだ。谷村さん、ほんまに遊び慣れてへんねんな。そうだ。一つ聞いていいか。はい、いいですよ、エッチな質問以外なら。どんな男だったら君みたいな女と付き合えるんだ。
谷村さん、なんだかんだ言って結構タイプなんやな。私の彼氏の条件ですか？お金持ちで対等な関係になれる人なんやろ。ああ、参考までに聞かせてくれ。細かく言えば年収とか将来性とかもあるんですけど、一番重要なのは頭のキレ。あ、じゃあ谷村さんいいんじゃん。なるほど、キレる男か。はい、学歴とかじゃなくて、あ、ますますいいやん。常に頭の冴えてる人ですね。 その辺谷村さんはどうなんですか？謎解きは得意だ。いつも考えすぎて失敗する。レースによるな。レースって競馬やろ。謎解きは得意だ。謎解きは得意だ。刑事はわずかな手がかりから犯人を探さなきゃならないからな。ありますよね。そうですよね。じゃないと犯人逮捕なんてできませんよね。いつも思うんですよ、どうしてあんなに早く容疑者を特定できるんだろうって。まあそこは長年培った、刑事の勘ってやつだな。勘なんですか？でもそういうのも才能ですよね。いいやんいいやん。まあな、いいやん。気になることがあって。え、谷村さんはキャバで女の子を指名するとき、体のどの部分を一番重視しますか？え、たく体を重視って俺がそんな男に見えるか。いやでも最初に目がいっちゃうところがあるんじゃないですか。さあ、意識したことなかったけどどうだろうな。意識するところ、あえて言うのは顔じゃないの？そんなに見ないでください。さっきから俺のことをじっと見ているが、ひょっとして俺に惚れてるのか。そんな自意識過剰な。どうしました？谷村さんだろ。谷村さんの目隠された。胸でもなんかそんなエッチな質問とかやめてって言ってるから、そっち系、あ、揺れた。そっち系はちょっと苦手な方なんかもしれへんから。谷村さんだろ。でも足フェチの人多いって言うよな。足を見るような気もするな。さっきから谷村さんたろうっていうのが、たらーって。そうだな、足が太い子はちょっと嫌かな。あ、そうな。そうですね。あ、上がった上がった。あ、そうですね、そういう子は裾が長いドレスで隠してるかもしれませんね。あれ、ルネちゃんは一応チャイナ服着てんねんけど。足の無駄毛の処理をしてなかったりするとさらに泣いちゃうかもな。さすがにそんな子はいませんよ。まあな、綺麗さが売りのキャバ嬢やもんな。喉乾いちゃった。来たよ来た来た。じゃあ入れてあげるか。すごい、やろう、超太っ腹やろう。いやー、だからビール入れても怒らんといて。ねえ、谷村さんはキャバクラにどうして通うんですか？どうしてって言われてもな、仕事柄女と飲む機会もないし、たまにはこういうところで飲んでもいいだろう。そうなんですか。じゃあキャバクラに通えば女の子を口説き落とせると思ってるんですか？いや、そんな極論を言うな。ちょっと待て。っていうかキャバクラってそういうところじゃないのか。まあ 100% 無理ってわけじゃないんですけど、キャバ嬢と付き合える確率なんて相当低いですよ。あ、プライベートでってこと？そうやな、プライベートではまあキリュウちゃんはバシバシやってるけど、そうやろうな。割り切って楽しくお酒を飲む場所って考えないとお金の無駄だと思います。俺は絶対に彼女を作ってやる。そんなんでいいのか。君は客と付き合ったことがないのか。いや、谷村さんはリュナちゃん落とす気満々やから。あ、でもがっついても、まあ、がっついてもわかんのかな。まあ、ちょっとがっついてみよっか。俺は絶対に彼女を作ってやる。ほら、イケメン補正がかかるかも。いや、俺は絶対に彼女を作ってやる。高い金払ってるんだからそれぐらいいいだろ。30万円入れてるんだからやらせろっていう意味なんやったらちょっとあかんで、それ。そんなにがっついてると、あ、失敗したかもしれん。逆にモテませんよ。そうかな。そうですね。そうですか。お金のある人は心にも余裕がありますからね。プレゼントあげたのに誘いを断るなんてムカつくとかいう人は女の子の方も嫌がりますし。え、じゃあ、いや、女を落とすこととん？あ、女を落とすこと自体を楽しめるようじゃないとやってられないのかもな。あ、でも上がるんや。あ、満タンになったで。私は手強いですからね、たっぷり楽しめると思いますよ。
その分金も使えそうだな。もう今の時点で90万円ぐらい入れたんじゃん。街で面白いこと。面白い話。足湯とかどう？足湯。そうだな。カムロ湯の園に足湯があるって知ってたか？服を脱がなくてもいいから男女で一緒に楽しめるらしいぞ。そうなんですか。そうなんですか。でも私最近は忙しくてシャワーばっかりだからのんびり湯船に浸かりたいですね。じゃあ温泉入ればいいんちゃう？やっぱり体の芯まで温まることは大事だからな。そうですね。そうですね。今度仕事の帰りでも寄ってみることにします。あ、プラスマイナスゼロ。いや、まあ満タンやから遊ばんでいいやろ。帰っちゃうんですか？帰っちゃいますよ。31万円。いやー、めきめき減る。4000万円切っちゃうわ。まあでも倉庫に、倉庫っていうかアイテムボックスの中にはプラチナの皿いっぱいあるからいいねんけどさ。いや、あれからもまた稼いだんですよ、はるかちゃんのおねだりで。ねえ、あれだけ稼いだんで。さて、ほんでハート満タンになったから、何だっけ、アフター？アフターじゃないや、あ、アフターやったっけ。アフターか同伴かが、お誘いが来るはず。あ、営業メールではありません。ほんまに？これはちゃんとした、あ、谷村さんのために書いたメールですよ。他のお客様と違って谷村さんとは気兼ねなくおしゃべりできるんですよ。私もとっても すごくとってもすごくリラックスできる時間になります。めっちゃリラックスできるんや。また会いたいなって思ってるんですよ。もう騙されないと。やばい、信じられへん人になってる。これからもよろしくな。俺も本気なんだ。いや、ここはまあこれ言うとちょっとえって引きそうやから、これからもよろしくなでいっか。よし。で、お誘いメールが、お誘いメールちゃうわ、電話来るはず。電話電話電話来た。あ、別人に見える。写真が名刺と一緒やから別人の違う人から電話かかってきたみたい。あ、アフターや。はいはい、キスアルプスね。はーい、じゃあちょっとキスアルプス行ってきます。最初からさ、カラオケ行ってみようか。ちょっと歌声を聞いてみたいやん。